建工業、武田薬品、エトワールカイト、日本工学、花王石鹸、味の素ゼネラルフーズの提供でお送りします。ウィークエンドの楽しみ、それは自然と触れ合うことなんですよね。うちのはホンダパルフレに乗ってから風が当たってねなんてキザなこと言ってますよ。いや、私も自然と大合唱したいなと思ってます。ラッタッタ。ホンダパルフレは乗る方への心配りがいっぱいです。忘れてた自分の宇宙を取り戻せ。 Remember your cosmos。 肉体疲労時のビタミン B1 補給にアリナミンへ。小さな方が二つ、人たちにもおしゃれって大切なんですね。エトワールの子供服。メガネを軽くしませんか。ニコンオルマ70は軽いおしゃれなメガネレンズ。お好きな色にも染められます。ニコンの軽いメガネレンズ、ニコンオルマ70。メガネを軽くしませんか。今日の髪素敵ね。そう。あら、え、フケ、昨日シャンプーしたばっかりなのに。おやおや、フケですか。素敵な髪なのに。さあ、メリットでシャンプー。 ZPT がフケ、かゆみを止め、髪はしっとり。肩のフケなしね。フケにさよならしたら髪はしっとり。メリット、リンスもメリット。フケかゆみが止まります。実力とは実力とはコーヒー。上には上のマキム。今コーヒーの旅プレゼント中。素晴らしき人ホンダに乗る。今日はヤクルトの初優勝に貢献したマニエル選手夫人ワンダさんをお尋ねしました。ご主人は今季大活躍でしたね。 Thank you. Yes, he has. お買い物はいつも車ですか。 Yes, I do. I shop by car in the States and I like to drive a car here in Japan, especially an automatic, because we have to stop and go in traffic so much. スターレンジでスムーズな運転、ホンダマチックで美しいハンドルさばきをどうぞ。ベルジュルメ、それは美しい日々。ベルジュルネ、それは素敵なママのファッション。ベルジュルネ、それはエトワールのミセスウェア。風が叫ぶ。ニコン FM。 花王のシルエットはおしゃれ着のリンス。化学繊維の仕上げに特にいいんです。スカートのまつわりもシルエットすれば、ほら、まつわりつかないですよ。嫌な静電気も
シルエットすればパチパチしないし、袖口も黒ずまないの。効果が長続きするから一日中いい肌触り、おしゃれ着のリンス、シルエット。心の振り子を動かすあなた、幸せ刻む針は回るから。ローザンヌ、この街にもクノールの匂いがする。世界中を温めてきたクノールスープ、さらに美味しくなりました。メルシャンワイン。負けるもんか泣くもんか、思い切りやるだけさ。パテックス、今日も行く。女性にとって同性の目は言うに及ばず、狼男爵やハゲタカ公爵といった鼻の利く連中がうようよ。デオドラントなら自信が持てますよ。主人のものは私のもの。飲んじゃえ。そうだ、オロナイン、オロナイン。美しいお肌って楽しいですね。お手当てはお早め。オロナイン、エッチなんこ。Ben Hogan announces a new breakthrough in golf shaft design. ゴルフの神様ベン・ホーガンが求め続けた軽量化の結論、レジャンドシャフト。すでに多くのゴルファーに愛用され、人気の輪はますます広がっています。そのベン・ホーガンが円高に応えて大幅値下げ断行、さらにクレジットで一層お求めやすくなりました。詳しくは有名デパート、ゴルフショップでお尋ねください。うまいウイスキーだな。でもなんで透明なんだろうね、お隣さん。さあね。日本で初めての透明なウイスキー、オーシャンホワイトシップ特級も新発売。お父さん怖いよ、何か来るよ、大勢でお父さんを殺しに来るよ。男は誰も皆無口な兵士。森村誠一原作、角川映画第3弾、野生の証明。 Never give up! Never give up! 映画は原作をしのげるか。初めてわかる、髪は長い友達。脱毛予防、発毛促進にカロヤン、カロヤン、はい。姫、ご気分は？爽やか。
かです。こう激しく揺れましては。余計な心配しないで、いつも微笑みを忘れないでおくれ。おんちゃんは自由にジャムタンポン。小さなボトルが語りかける生きることの喜びを、絶え間ない研究と開発に情熱が注がれる。清潔な環境から生まれる塩ビタドリンク、肉体疲労時の栄養補給に塩ビタドリンク、大塚グループ大宝薬品です。宝石って不思議よね。何かこう気持ちまで変えてしまうみたい。私の誕生日にプレゼントなんて初めてなんですよ。彼のプレゼントなの。嬉しくって大切にしなくちゃ。どちらもね、いいものを贈られた喜び、贈る喜び、確かな輝き、ブルーリバージュエリー、大沢商会の商品です。この放送は三楽オーシャン、角川書店、第一製薬、ユニチャーム、大塚製薬、大沢商会の提供でお送りしました。イギリスで一番売れているベルスコッチ、ベルスコッチ今プレゼント中。理不尽な、このまま黙っては下がれません。魔法上を断絶、潰すなら潰せ、あえておかげに反逆立てまする。魔法は燃えてござる。僕は迷わず日本盛り。マックインさんの声。おねえ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 、僕の声誰だかわかる？クリント・イーストウッドさん。さすがベテラン、ベテラン。待ってました、日本盛りの声。よっ、東芝の新しいビデオ、今日の番組を録画予約。予約されました。さらに1週間連続録画予約もできます。東芝収録ビデオと呼んでください。新しい東芝冷凍冷蔵庫は後ろすっきり、平らな背中で奥行きは10センチ少なく、消費電力もわずか38キロワットアワー。僕も知らなかったハイニッカデラックス新登場、よろしく。嬉しの緑だね。人柄を忍ばせる贈り物、山口園のお茶。Good morning. For WFEL TV News, this is Ron. 力強く音の静かな高級シェーバー、ギバリ。ナショナルスーパーレーザー。大きな手、小さな手、肌にも優しい。お年玉付き年賀はがき、いよいよ11月6日から発売いたします。キャノン三共株式会社ダイエーの提供でお送りします。キャリアは年齢という考えを私たちは否定します。できる女、キャリアガール、彼女たちのためにキャノン NP5500、 取りたいサイズ思いのまま、ウォンテッドサイズ。不揃いなコピーなんてかっこ悪すぎる。キャノン。こんばんは。暦が一枚めくられ、月が変わりますと、ニュースの方も政治面、社会面ともともに様々な事柄がスタートいたします。自民党の総裁選挙の告示、就職試験のスタートといったように、今日11月1日は
こういったニュースが画面を彩りました。また学校では今日から給食用のお米が新米に切り替えられました。さて、雪に新潟の小学校では今日から冬の間だけの分校が始まりまして、一足早い冬支度です。この分校は新潟県中首里郡の平丸小学校の分校で、この地方は冬になりますと4メートルを超える雪が積もって本校への通学ができなくなるために冬の間開かれるものです。今日から分校に通うのは4人で、来年の春まで頑張りますと元気に先生に約束をしておりました。大いに頑張ってほしいもんです。さて、日本最大の暴力団山口組が今日物々しく記者会見などを行いまして、今後抗争は行わないと一方的な終結宣言を発表しております。で、警察では厳しい取り締まりに対するカモフラージュと見ておりますが、このニュース大阪の読売テレビからお伝えします。今日の記者会見は山口組が記者団を神戸市灘区にある田岡組長宅に招く形で行われ、山口組ナンバー2の山県組山本健一組長ほか2名の幹部が出席して声明文を読み上げました。現状をこのまま放置することによって、将来ますますの抗争による益なき事態が偶発する可能性を憂慮いたすと同時に、ひいては社会の治安に関わる重大な過失を犯す結果を生じしめ、なおこれ以上のご迷惑を世間様に及ぼし、かつ当組高齢の教授をおのずから冒涜するものであると考慮いたし、ここに当組独自の判断により一連の抗争事件を終始徹底いたすべき本声明文の公表をもって抗争終結の宣言をいたすものであります。これに対し兵庫県警の福永秀夫刑事部長は、宣言などに関わらず取り締まりの手は緩めないと次のように語りました。やめろと言ってきたんだけれども、一部そのやった者の心情は分かるということを声明文の中でも言ってるようですね、そういうことであれば今後その辞めさせないと、いや辞めさせると、言ってもまたやればね、それは心情的にわからんでもないと、組織としてやらせたんじゃないと、いうことになればね、同じことですね。私どもは今までの例に調してあまり信じることはできないと。警察の方針というのは今後変わりますか、変わらないですか。それは変わるわけはないんでね。同じですか。同じです。ああいうことやってもならないですよ。